はい、映ってる私。なんか思い切りが大事。バイラバイラというエクササイズなんですが、私もちょっとよくわからないので先生を呼びしたいと思います。先生よろしくお願いします。ヘイヘイヘイ。かっこいい、かっこいい先生。おお、ヘイヘイ。はい、今夜よろしくお願いします。お願いします。おお部長ちょっと終了もうちょっと踊りたかった。はい、すごい。ということでゆり子先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゆり子です。バイラバイラ教えていただくということで。はい、バイラバイラ。どんなダンスなんですか？バイラバイラっていうのはスペイン語でダンスダンスっていう。バイラっていうのはダンスって意味なんですね。そう、バイラっていうのはダンスっていうことなんですね。はいはい、スペイン発地中海系ワークアウトということで、こう陽気なラテンのイメージもありつつ、いろんなまあ楽曲と一緒にあのセンチメンタルに、そして時には激しく、時にはあのアグレッシブにっていう感じで、いろんな曲で踊っていくのがバイラバイラ。そろそろ300に手が届くかっていうぐらいオリジナルの曲と振り付けがあるんですけれども、今日はその中からより女子力を高めていただけるようなこの1曲をというのを選んできましたので、特別レッスンをさせていただきます。私ダンス未経験なんですけど、彼女はあのバレエをねやってたっていう。大事なのはファッションです。わかりました、はい、頑張ります。はい、じゃあまずバランスという動きです。はい、バランス。足を開いて右左に体重をかけて右足に乗ります。クロス、オープン、閉じます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。はい、もう一回いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。お、いい感じ、いい感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。お、いいですよ。1,2,3,4,5,6。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。はい、もう一回いきます。なんかおしゃれな感じ。1,2,3,4で右手上げてみましょう。頭、はい、体伝ってきれいにゆらゆらしてから乗る。ここの乗るところでお尻をしっかりと締めて、そうそう。次ちょっと難しい、ちょっと難しいんだけど、最初こんな感じでズンズン。1回2回3回やったら足を前と後ろに踏みます。右からいきましょうか。少し、そうですね、膝を、綺麗なパスですね。さすがバレエやってた。さすが。はい、足をちょっと上げていただいて、はい、お腹を少しキュッと締めます。ではちょっとこうこんな感じ、おお、丸を作るよ。おお、右、はい、左、右、もう一回いくよ、せーの、左、はい、右、左、OK。お腹効いてますか？はい、効いてます。 OK。 背中はどうですか？首長く、背中の背骨ミシミシいってます。お、いいですね。はい、これが2つ目の動き、はい、膝という意味です。膝って言ったら2、しっかりとお膝を上げるつもりで、はい、はい、やってみてください。はい、次はちょっと音楽に合わせてゆったり動きますね。はい、前に3歩、5、6、右からせーの、1、2、3、後ろに3、1、2、3、そうです。横に、横に行ったら3つ目でよいしょと向き替えます。はい、はい、3つ目でよいしょと向き替えます。はい、そしたらステップタッチって言うんですけど、こうやって横にちょっと足をタッチしながら、はい、揺れるんだよ。1、2、3、2、2、3、いいよ。音楽の優しいところを感じながら、1、2の3、は、
1、ステップタッチ、4、3、2、お、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、横に、ヘイ、ステップタッチ、オッケー、いいじゃないですか、いいですか、よかったよかった。はい、最後のパートはちょっとウエストに効かせたいので、はい、足を開いたままちょっとこんな感じでひねる、うん、ひねる、はい、ひねる時に右のお尻、左のお尻、右肩、あ難しいかも、トン、トン、ハッときます。せーの、トン、トン、あ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 、はい、トン、トン、は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 、お、オッケー、いい感じ。え、なんかもっと上手に踊りたいね。もっと上手にやりたいね。でも楽しい部長、何？風感じますね。乗ってきちゃったわ